はいどうもクレイジー城郭のともゆきです。はい、というわけで今回はですね、約5ヶ月ぶりにレッスルキングダム2プロレスリング世界大戦やっていきたいと思います。イエイ。はい、というわけで、なんでね、まあ、間が空いてしまったかというと、本当にね、これまあ学業が忙しいといったらかなり言い訳になります。申し訳ないです、本当に。けどもね、本当に忙しくて、なかなかね、ゲーム実況って意外にね、時間かかるんで、そのね、ゲーム実況の時間がなかなかね、取れなかったというのも、あるんですけどもね、本当にもうこれ何言っても多分言い訳になるんでね、もう言い訳はしませんけども、はい、本当にもうただただ申し訳ないと、思う限りでございます。なんでですね、突然、5ヶ月ぶりにまた実況動画やるのかと言いますとですね、リクエストがありまして、ね、田中翔さんから、これ名前すごいよね、田中翔さん。困ったなのね、田中翔さんのね、名前と全く一緒の字を書いてね、もしかしたら本物かも、なんてね、思うわけなんですけども、まあね、風神雷神で今ね、CMLとして活躍してますけども、その田中翔さんからですね、まあ本人じゃないとは思うけどね、本人じゃないと思うけどですね、なんと、リクエストが届きまして、レスルキングダム2で、ハヤブサ VS ライガーしてください。できれば早めにお願いします。ということで、早めにお願いしますよ。言われたら、ちょっとなんでかわからないですよ。何か用があるのかな、それともメキシコに行くのかな、わからないけどもね。うん、まあ、早めにお願いしますということなので、ね、まあ、早めにやった方がいいのかなと思いまして、今回ね、ちょっとまた5ヶ月ぶりに、やることになりました。それじゃあ、行ってみましょう。フリーファイト。ね、まあ、シングルで。でね、まあ、ここら辺はいじんなくていいかな。30分一本勝負。で、まあね、いじらなくていいや。ここら辺は。ドーム会場でやっていきましょう。でですね、田中翔さんからもう一つリクエストがありまして、使用者の方はですね、こちら、ハヤブサを使ってくださいとのことだったので、今回もハヤブサを使ってやっていきたいと思います。で、相手はとなると、ライガーさん。まあね、ここのね、ライガーさんのその、若き日のライガーさんとかっていう指定はなかったので、とりあえずですね、普通の黒ライガーでいきたいと思います。まあですね、カメラの画像がですね、結構割と良くなったので、割と良くなったので、まあね、画面はね、多分ね、暗くしたまんまだったから、多分ね、あんまいいようには映ってないのかなとは思いますけども、まあですね、前よりかはだいぶ良くなったんじゃないかと思います。はい、ね、テレビのね、明るさを多分変えてないから、多分ちょっと暗めに映るかなとは思いますけども、まあ、でもね、前よりかはカメラが良くなったので、はい、だいぶ見やすいんじゃないかなと、皆様は思います。まあですね、なんで、カメラが変わったかと言いますと、まあ、僕いつも携帯で動画を撮ってるので、その分ね、やっぱ携帯が変わるとかなりね、画質もグッと、良くなるという感じなんですけども、まあ、僕はですね、最新の、エクスペリア Z5 という、携帯にしまして、あんで、まあ、一番画質がいいもの、カメラ画質がいいもの、容量が大きいものを選んだので、まあね、結構、いい具合に映ってるんじゃないでしょうか。誰が興味あんねん、こんなん。誰が興味あんねん。これもまたパクリのネタだけど、まあ、詳しくは、Google とか Yahoo でね、ぜひね、プラン9、誰が興味あんねんで、検索していただいたら多分出ると思うんでね、ぜひともここは以下省略という感じしたいんですけども、いやでもですね、相手が今回は、ハヤブサさんを使うということで、相手はライガー選手となります。やっぱり往年の名勝負、繰り広げてきた2人でございますけども、なかなか今となってはですね、大体赤ライガーがポピュラーになってきた中、まあね、こう黒ライガー、なかなか見ない光景ではございますけども、いやー、でもね、やっぱね、なかなかね、見ないよ。最近は黒ライガーはね。いろいろタイガーマスクとハーフハーフのライガー選手なんか見たりもするんですけども、黒ライガー選手かなりレアになってますね。今、金プロとかいろいろ出てね、かなり絶好調な感じのライガーさんですけども。さあ、まあ、このライガーさんに勝ってこそ、真の、ね、実況動画復活という感じじゃないんでしょうかね。5ヶ月ぶりですから、5ヶ月の一番最後にやったのが、戦国バサラの、実況で、で、まあ、プロレスの方で言うと、三重士のスリーウェイマッチ、闘魂三重士のスリーウェイマッチですね。神回って自分で言った、回でございますけども。さあ、早速始まっていきますけども。まずはね、こう、いがみ合いから行ってみようか、まずは。
ひがみ合いからね、打撃合戦から。行こう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 。よいしょ、やべ、これライガーさん取られたな。なんでだ、なんで動かない、やばいやばいやばい、なんで動かない、あ、動くわ。これは今の俺のタイミングがあれだっただけだわ、全然。いやでもね、あれですよ、今日のね、昼あたりにですね、あのプロレスやろうぜっていうね、あのゲームがあるんですけども、そのプロレスやろうぜのあのね、ゲームの方もあのツイキャスではあるんですけども、実況、初見実況させていただきまして、まあね、数人の人には来ていただきましたけどもね、あの大体集まったのが何人ぐらいだっけ、結構集まったよ、大体、まあ、50はいかなかったけど、なんか合計で視聴者回数はまあそれなりには集まったという感じでしょうかね。まあですね、おっとやばい、あのね、プロレスやろうぜっていうのは本当にね、なかなかあの深くて難しいゲームですね。やっぱこう相手のその攻撃も受けつつ、本当リアルなプロレスにこうしていかないとね、あのなかなか試合としてはいいポイントはもらえないよっていう、相手の攻撃も受けつつ自分も攻撃して勝っていかないとなかなかいいポイントはもらえないよねっていうような感じでございます。おっと、掴もうとしたところを迎え撃つ。そしてよいしょ、追い打ちをかけるように中腰のライガーにドロップキック、ミサイルキックかな。そこの辺は雑だけどね。でもね、こっちの方でも好き放題、割とね、俺がコテンパンにやらせてもらうスタイルだから。もうプロレスじゃないから。よいしょ、すごいね、フランケンシュタイナーなだれ式だよ。あ、これやばいね、やばい、ちょっと待って、お、やばい、ちょっと待って、ちょっと待って、パニックっちゃうとね、久々のこの実況だからね、かなりね、あの操作があやふやになるよ、ね、よいしょ、あ、でも、え、なんでライガー選手の方がなんでか、あの、溜まってんだよね。よいしょ、これで、マジか、ライガー選手の方がなんでかゲージが溜まってんだよ。よいしょ、これでこのまんまいけ、こぼれついた、いけいけいけ、よしよしよし、やばいね、結構ライガー選手溜まるね、やばいやばい、ちょ待って、ライガー選手押して、あ、これ火事道だっけ。ちょっと待って、久々すぎてね、やばいやばいやばい、本当にやばい、これあの演技とかじゃなくて本当にやばいやつが、あ、いった、待って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 、これね、あ、連打か、連打か、連打か、他のですよね、あのボタンの連打ね、オッケーオッケー、よいしょ、これはよいしょ、ここでね、往年の名勝負見せてやりましょう。よし、首かっきりポーズして、ここで垂直落下式のファルコンアロー場外でっていう、ね、超荒技だよ。ここでオッケー、フェニックススプラッシュを場外に向かってっていうね、かなりこれ名勝負じゃない。自分で言うなって話なんだけどね、久々の実況にしたら結構俺いい動きしてんじゃない。何何、うらって、 OK、 ディリディスイング、ディリディでね、これでなんとか、あ、すぐ立つんだわ、ほら、ちょっと待って、ゆっくりゆっくりゆっくり、あ、ちょっと待って、調子乗った、ごめん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 、うわ、場外で、うわ、14か、14でこれきつくない、ちょっと待って、これね、ま、マジヤバだ、マジヤバだわ、マジヤバだ、15だわ、 OK、 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 たたたた、いっちゃ、おる、こっちだった、オッケーしょ、オッケー、いこう、よいしょ、ワン、ツー、おい、ボルテージ最高潮、おら、よっしゃ、エンズ、よし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 、これでいこう、これでいこう、首かっきる、あ、ごめん。俺だ、ダメだな、調子乗るとダメだな、俺。あ、やべ、やべ、痛い、あれね、地味に痛いの、あれ。あれね、なんでわかるかっていうと、友達となんか一回やったことあるの、そのプロレスでどの技が一番痛えのっていう話になって、あれか、どの関節技か、どの関節技が一番痛えのかっていうのがあって、そのやったことがあるの、それであれ地味に痛かったっていう、じわじわ来るよなっていう、ほら、よいしょ、串刺し、あれだ、後藤選手の村雨みたいな感じだよね、よいしょ、おお、すごい、飛びつき式のスイングでフランケンシュタインみたいな感じ、
よっこしょー、フェイスクラッシャー前にして、オッケー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 、まだギブアップしない、まだギブアップしない、よいしょ、これで大技いくか、よいしょ、さあここで乗っけといてもう一丁いこうか、なだれ式フランケンシュタイナー、決まったね、いいね。そしてここでそろそろ早いけどとどめいきますか、よいしょ、よいしょ、レイシュッチ決まった。さあさあ裏技裏技、さらにさらに、よいしょ、垂直落下式ブレンバスター、ライガー選手の技を、よいしょ、さらに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 、これは垂直落下式のファルコンの垂直落下続き、よいしょ、決まった、これでいこうか、よいしょ、さあ3連打、ライガー選手も返せないでしょ、決まったー、久々の実況動画、圧倒的強すぎてごめんなさい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。いやー、ほんとね、抱え込み式の、抱え込み式じゃないや、普通の垂直落下式のブレーン、あ、ファルコンアローで、失礼いたしました。垂直落下式のファルコンアローで、見事勝利いたしました。久々のね、動画、ね、実況動画復帰、ね、試合は見事、勝利いたしました。ありがとうございます。田中翔さんね、どうでしたでしょうか、満足いただけたでしょうか、もしね、よろしければ、またリクエスト、コメントあったり、感想、コメントいただけたらありがたいです。今回ね、3つ、岡田さんじゃないですけど言いたいことがあります。1つ、チャンネル登録コメント高評価お願いします。2つ、ツイキャス始めたんで、ぜひともいろいろ配信だったりね、配信じゃなくても、あの僕のマイページの方のあの方に行けば、録画したものも、見れますんで、ぜひともそちらの方にもツイキャスの方にも遊びに来てください。そして3つ、みんなありがとう、アディオース。